どうもブラザー、シラシタゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日も原始の情報を届けていきたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。はい、これですね。Amazon で PS カード購入したら、3000、5000、1万円と限定なんで、ちょっと間違えないように注意してほしいんですけど、2月3日から2月16日、ショーが実装される、日ですね。それから、2週間ぐらい。もうこういうキャンペーンが、実装されます。なので、ゲーム内で使える得点ボーナスが、漏れなくもらえるんで、要するに3000のカード、購入ごとに、4万もら手に入るという感じですね。これがどういう数字なのかっていうと、二重樹脂で、6万もら手に入るんで、3000買うだけで、樹脂10何個とかに相当する、価値があるというような感じだと思います。で、そうですね、あとは仕上げ用魔鋼とか手に入るんですけども、この良質材料シェアバッグ、ここら辺が結構僕的にはね、面白いんじゃないかなって思います。一応試しにですね、材料を手に入るのがどれぐらいなのか、行ってみました。で、樹脂40で手に入った材料が、紫3つ、青3つ、で、緑1つ。これ3つでワンランク変わってくるんで、紫は青換算したら、9個。で、青3つを足して12。で、緑が、3個で追加で13。で、それの3分の1だから、13個と3分の1。で、キャンペーンだと、プレステカード、1万円購入で、青材料10個。なので、それプラス、仕上げ用魔鋼が20個もらえるってことで、樹脂相当ぐらいに、40相当になるんじゃないかなっていうような感じですね。こうやってね、樹脂換算して、非常にお得なキャンペーンですね。こういうのって珍しいんで、ちゃんと活用して、方がいいのかなと思います。同じお金使うのであれば少しでもね得した方がいいんじゃないかな。あと気候が解放されるんで、その気候の購入とかにもね当てれるんじゃないかなと思います。ただちょっと間が空いちゃうんで、そこら辺はね考えてやってもらえれば、4万もら、高々4万もらってなったとしても、それは何回も購入してる人とかだったらね、塵も積もればになりますので、ぜひぜひ。で、一応購入間違えないように、最後に3000円、5000円、1万円と、Amazon と限定でございますんで、よければそこら辺は間違えないでください。で、次はですね、で、これからですね、アップデート来た後に、日にちずらしてて、ちょいちょいみたいな感じで、イベントがね、ガンガン、増えていきます。で、2月3日にまずショーが実装されて、それのガチャ引いてみたいな感じになってくると思うんですけども、その後にですね、その日に実装とかじゃないんですけども、このログインボーナスみたいなものがあって、紡がれた運命、これね、ピックアップのガチャを引けるってやつなんですけども、これが10連、ログインでできるようです。なので2月11日からちゃんとログインしていくだけで、新しいガチャが手に入るね、可能性、キャラクター手に入る可能性ありますんで、こっちの方もね、忘れないようにやってみてください。で、下の方に行くと、リュウエのキャラクターが、この6キャラですかね。行子、北斗、シャンリン、ユクアキ、で、趙雲、信玄と。いう形で、この6キャラから、1体、選んで手に入れることができると。なので結構無課金の方とかでも好きなキャラクター持ってないのに使いたかったなっていう方いたら、それをねピックアップしてやるのもいいんじゃないでしょうかね。で、状況によってはね、突ったりとか、このキャラは何突とかで、なんか新しいその動き方ができるなるなっていうとかあると思うんで、そこはね自分のキャラクターと相談してピックアップ選んでもらえればなっていう形だと思います。こちらのね、イベントがやっぱり、かなり重要ですね。で、2月の10日ぐらいから、様々なイベントがね、公開されていくんですけども、タワーディフェンスがね、僕大好きなんで、それ非常に楽しみだなと。敵が攻めてくるやつを、ディフェンス守り、陣形を敷いて守っていくと。そういうのとか、あとはミニゲーム要素のそういったものであったりとか、あとはボスドロップで手に入るキャラ突破素材の宝石あるじゃないですか。あれが幻想が違うものを
えば赤元素、炎元素のものにこの岩元素のものを変換したりとか、まあ、そういったあの新しい機能のついた粉みたいなものがね、アイテム、粉みたいなものがあって、まあ、それを使って変換して、まあ、いらないやつを、まあ、いるものに変えていったりとか、かなりね、まあ、ユーザー、旅人さんたちに対して、まあ、便利になってきたのかなっていうような印象です。で、こういうイベントがいっぱいあって、まあ、キャラクターの突破素材であったりとか、まあ、普通に素材、経験値素材とかいっぱい手に入るような確率があったりとか、あとはまあガチャもね、10連ガチャできるようになりますね、ログインボーナスすると。まあ、そういった細かいね、サービスが結構多くなってきたのかなっていう印象です。まあ、お祭りなんで、言っても、お祭りの始まりって書いてありますんで、まあ、それぐらいね、皆さん期待してもいいんじゃないかなっていうような感じです。僕はもう、なんだろう、期間っていうんですかね、期間は僕はやり込みますんで、生放送でずーっと、もう期間ばっかりやる可能性があります。ちょっと皆さん、そこら辺だけは、勘弁していただいて、ご容赦いただいて、はい。ただまあ、大好きだけど、めちゃくちゃうまいわけじゃないんで、ちょっと、あれなんですけどね、ちょっと期間の話ばっかりになっちゃいそうですけど、今後は。非常に楽しみでございます。はい、なので、一応こういったお祭りにプラスして、新しいアップデートでお役立ち機能とかがいろいろありますので、そこら辺もね、皆さんぜひ活用していってみてくださいということになります。ではですね、一応こちらで、今日の紹介動画終わりたいと思います。ぜひね、情報を気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。で、この後ね、一応お祭り の PV 流しながらお別れしたいと思います。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。期間来たを試してみて。この写真機、何か仕掛けが。もし行くのなら、その試しに将様も誘ってあげてくれないかしら。それらの声はよく我の耳元で聞こえる。お前が殺せない時、我を呼ぶといい。西洋ナブ、凡人の基準で仙人を測るな。わめくがいい。たちなら絶対に見つけられるさ。それで一緒に解答する。